鳥山石炎、百鬼連れ連れ袋より、天井かつて、水木しげるロードに設置されている、天井舐めのブロンズ像。天井かつては、鳥山石炎の妖怪画集、百鬼連れ連れ袋にある日本の妖怪である。長い舌で天井を舐める姿で描かれている。百鬼連れ連れ袋は、ツレズレ草の分を多く、題材としており、この妖怪にも、 つれずれ草第55段にある天井の高きは冬寒く明かり暮らしという文が石炎による解説文中に引用されている。石炎は冬寒く明かり暮らしという状況は天井かつてが発生させているとしている。百鬼つれずれ袋の他の妖怪と同様にそのデザインは室町時代の百鬼屋公絵巻にある妖怪をモデルとして描かれており、 顔を仰向けて舌を出した妖怪がそれに当たるものであると考えられている。同じの妖怪は、江戸時代の妖怪を描いた絵巻物では、百鬼役を絵巻などで、忙しの名でも描かれている。天井にまつわる階段も多いことから、妖怪研究家の村上賢治は、石炎がそのような伝承をもとに、天井かつてを創作したと述べている。昭和、 平成の妖怪関連の書籍では、長い舌を使って、埃のつどった天井を舐める妖怪であり、天井の板などに発生するシミはこの舐め跡であると解説されている。天井以外にも、柱や壁も舐めるとも、天井かつてによってつけられたシミは、時には化け物や恐ろしい表情の人間の顔に見えるため、寝床でそれを見上げている人は恐怖にかられ、 ついには発狂して死んだ者もいた、述べられていることもある。民族学者、藤沢森彦は、著者の中で、古屋敷、古道の天井に染みあるは、この怪物の、証明し跡と紹介しており、山田のりの解説には、縦林藩の武士が、天井かつてを捕まえ、縦林城の天井の雲の巣や汚れを舐め取らせ、大掃除をさせたという話が記している。 これらの解説が昭和、平成以降の天井かつての解説に付与されていったものとみられるが、実際には天井かつては石炎の創作物と考えられているため、立場や林城の話は少なくとも石炎の百鬼0連れ連れ袋観光後に発生したものであろうと指摘されている。ありがとうございます。